こんにちは、ぺこまです。こんにちは、ちっぺです。今日は全国通訳案内士への道の続きということで、ちょっと進展があったのでお話しします。この間、山梨県庁に行ってきたんですよね。はい、登録っていうのの手続きをしてきました。はい、その様子は別の動画で上げていますので、ぜひそちらをご覧ください。で、今日は、その登録書が届きましたということでお知らせです。じゃーん。はい、はい、こんな感じのね、ちょっと立派な登録書が届いたわけですけど、何が書いてあるかっていうと、やっぱりね、全国通訳案内士登録書って当たり前ですが書いてあるんですね。ナショナルガバメントライセンスガイドインタープリターっていう、ちょっとかっこいいですね、英語で言うとね。この登録証がないと通訳案内士って名乗ることはできないっていうことなんですかね。うん、多分試験に受かって登録をして初めて全国通訳案内士になれるって書いてあるので、そういうことなんじゃないかな。通訳案内士っていうのはもともと名称独占なので、この資格を持っていないとその名称を名乗ることができないっていうことなんだけれども、多分この登録証を今受け取ったから、僕は自信を持って通訳案内士ですとか、英語でガイドする資格がありますとか、そういうことを名乗れる立場になったということですかね。はい、そうですね。まあ、ようやっとね、2年越しでしたけれども、どうにかこれを手にすることができました。で、あとはね、書いてあるのが、これサーティフィケーションナンバーなのかな、登録番号で第 EN って書いてあって、僕は87号って書いてあるんですよ。で、チッペは88号。この EN って多分イングリッシュって意味だと思うんだけど、で、これ山梨県知事が出してるものなので、山梨県のイングリッシュで87号なのかな、ちょっと分かんないですけどね。ちょっと信じられないかな。全国通訳案内士って全ての言語合わせて2万7000人以上確かいるはずなんですよ。で、その中でも英語が一番多いでしょうから、少なくとも1万人とかいると思うんだけど、それで山梨は87人、88人しかいないっていうことがあるのかどうか分からないですけど、もしね、仮に山梨に英語の通訳案内士がこの80何人かしかいないのであれば、相当貴重な存在だね。そうですね。ちょっとよく分からないですけどね。こうやって無事に全国通訳案内士の資格を取れたわけですけれども、それをじゃあこれからの、ね、仕事とかにどうやって生かしていくかっていうところの方が問題なんだけど、なんかビジョンとかってありますか？やっぱり山のガイドも取ったし、インバウンドの人のガイディングがしたいですよね。っていうのは一つありますね。そのインバウンドの人のガイディングしたいっていうのはもちろんそうなんだけれども、そのための何か具体的な行動みたいなのって何か考えてることってありますか？山サポでは、英語のホームページを作って募集をしようって考えてるところですよね。そうだね。今我々の事務所は日本語のページしか作ってないので、それを英語のページに作り直すっていうのは一つありですね。今もうチャット GPT とかあるんで、そこに全部投げ込めばいい感じのサイトにすぐ出来上がるから、それは結構簡単にできちゃいますね。なので英語で発信するってことだけど、正直さ、外国で日本に来ようとしてる人が我々のサイトにたどり着く可能性ってめちゃめちゃ低いから、なかなかね、それで顧客が得られるともあんまりちょっと期待はできないけれども、あとはちょっと関わりのある旅行会社さんがインバウンド向けのツアーもやるから、通訳案内しとったならぜひお願いしますって、そんなような話もありましたね。そうだね。やっぱりガイドっていう立場もあるし、山岳医って立場もあるんだけれども、そこで英語が得意ですとか、一応コミュニケーション取れますよっていうよりは、ちゃん全国通訳案内士ですって言った方が旅行会社にとっても、それなりのちゃんとした人なんだなっていうのは一発で伝わるのって、結構ね、これを武器に自分たちを売り込むことはできそうかなって気はするよね。この間ね、たまたま全然違う話で、ヤマップさんの担当の方とちょっとお話ししたことがあったんですけど、その時もね、夫婦で全国通訳案内士持ってますって言ったら、結構興味示してくださって、今後もそのヤマップさんのインバウンド事業みたいなのもあるみたいなんで、そういうところとも関わっていける
可能性もあるのかなとかね、うん、あとはあのマウンテンワークスの三笘さんがこの間来てくれたんですけど、遭難救助の話ですね、うん、あの外国人が山に日本に登山しに来て遭難するっていうケースがたくさん実はあるそうなんですけど、うんうん、そういう時に外国人のご家族から直接マウンテンワークスに連絡があって、でその取り次ぎをしなきゃいけないと。で遭難した時ってすごい相手も動揺してるし、こちら側もいろんな微妙なニュアンスとか捜索に出る条件とかを伝えなきゃいけない、その混乱状態の中で、だからやっぱり語学力が必要だっていうことでね。でまあ英語とやっぱり韓国語の需要が高いみたいですね。だからそういう通訳案内士のつてとかを使って、そういうことに興味がある人がいたらぜひ通訳お願いしたいななんていうようなお話もしてました。なるほどね、まあ、これはまだビジネスモデルっていう段階だから、あの公開していいかどうかちょっとわからないんだけど、まあ今の話はまあジャストアイディアっていうところだとは思うんだけれども、でもいずれにしろもしかしたら全国通訳案内士の方でこのチャンネル見てくださっている方の中で、うん、なんかいろんなコミュニティとしてつながりたいなとか、いろんな言語の方とつながりたいなっていう人がいらっしゃったら、うん、なんかそういう機会があってもいいなっていうのは感じますよ ね、うん、まあ、それぞれ全国通訳案内士の資格取られた方はそれぞれの何かモチベーションだったりとか自分たちのキャリアアップでいろいろ考えてらっしゃるとは思うんですけれども、あのまだ具体的なことが何も決まってないとか、まあ、決まっていたとしてもなんか他の言語の人とかいろんな、もちろん同じ言語でもいいんですけれども、なんか気楽なコミュニティとかあるといいなと思ってる方がいらっしゃったら、ちょっとねそういうのを考えてもよくて、で特に我々で言ったら、まあ、山に関する、うん、山とかハイキングとかも通訳案内士として仕事をしながら山とかハイキングも案内する機会があるんですよねみたいな人たちとかのコミュニティができると僕は結構いいかな、うん、でその中で僕はそんなに英語は得意ではないけれども、そのハイキングとか山とかってことに関してはそっち分野のプロフェッショナルでもあるわけだし、まあ、医療分野のプロフェッショナルだから、そういうことを他の通訳案内士の人たちとシェアしたり、で逆に僕たちは通訳案内士としてとか街のガイドとしては全然素人だから、そういうことを何かいい情報をもらうとかね、なんかそういうコミュニティできても面白いかもしれないですよね、うんうん、ちょっとそういうことも考えていけたらいいかな、うん、面白そうですね、うん、という感じで、まあ、無事に全国通訳案内士になれましたので、はい、ちょっとねこれを活かしながらどうやって世の中に貢献していくかっていうのはこれからの課題ではありますけれども、まあ、今お話ししたみたいにね、ちょっと皆さんの力とかも借りながらいい感じの面白いワクワクする企画とかできたらいいなと思っているので、その際はぜひ協力してください、はい、ということで今日はここまでにします。じゃあね、バイバーイ。